どうも皆さん、ゆりです。今日はですね、もう土日なんですけど、この何日、あ、うるさいのは今サムギョプサルのサムくんが動いているからです。私はこの土日家から出ていません。今日はなんでもう決めました。家の掃除をします。大丈夫、家の掃除をしていきたいと思います。このおばさん誰みたいな感じで、家の掃除をしていきたいと思いますので、一緒にしていません、していきませんかっていう、そんな動画になります。それではやっていきたいと思います。最近ようやくスリッパがあった方がいいっていうことを気づきまして、これを買いました。ニコタマの何階かな、結構インテリアゾーンにあるライズの中に入ってる安めの雑貨屋さんだったんですけど、450円でした。で、これはとしきさん用の L サイズと、私は M サイズを買いました。結構ここがね、こうなってるのって足が蒸れたりとかするので嫌だなと思ったんですけど、これだったらなんか洗濯もしやすそうだし、いいなと思って買いました。そこではこれも買いました。こういうの持ってなかったんで、かわいい、なんかいろいろ結構個性的な柄がいっぱいあっておすすめです。これを履いていきたいと思います。めちゃくちゃ散らかしたらこんな感じになりました。あは、昨日も掃除をせずに今日やりきろうってとしきさんと決めたんで、こんな感じです。これをきれいにしていきたいと思います。見ていてください。顔色良くなりましたかね、わかんない、もうどうでもいいわ。見えます、細かい掃除していきますよ。私は今から、じゃあ私は洗濯物やって、でも乾燥機コインランドリーに持っていかないとやばいんで、そうします。あ、寝れんにゃん、これを使ってラテを作ります。ストローってさ、なんか今なんか私がハマってるドラマがあって、結婚作曲、離婚作詞、離婚作詞、結婚作曲、結婚作詞、離婚作曲っていうね、ひとまずこういうねドラマがあるんですよ。これがもうね、信じられないぐらいにはちゃめちゃな、今まで韓国ドラマって昔から多分めちゃくちゃドロドロなのあったから、まあ一概にこれがっていうことは絶対言えないんですけど、普通なんか韓国ドラマの典型的なパターンって三角関係がありつつ、端でこのなんか他の脇役たちが真剣な恋してて、そこもこうしっかりと描いていくから、なんか途中でどっちのドラマなのってなるぐらいに脇役にもちゃんと目を向けてくれるようなのが韓国ドラマなんですね。この三角関係あって、ここがあってみたいなのの動きはもう大体パターンが分かってくるんです。大体韓国ドラマって昔は25話ぐらいまでだったんですけど、最近は16話までが主流になってきてて、まあ、大体16話、まあ25話とかだったら大体7話8話ぐらいから話が転換し始めるんですけど、最近はね16話なので4話から5話ぐらいで話が一気に面白くなるんで、もしね今見ててなんか面白くないなと思っても4話5話まで我慢してください。
そんな話はマジでどうでもいいんですけど、なんかそのね、結婚作詞、ちょっと調べるの、結婚作詞、離婚作曲、結婚作詞、離婚作曲はその概念を覆すぐらい、この三角関係がもう今まで見たことない形みたいな、16角形ぐらいになってて、16角形どころじゃないですね、信じられない角形を選んでいて、もう16角形関係みたいな、本当にやばいな。この人がこうだったのに、この人とここがつながってて、ここがこうだからああみたいな感じになってて、でシーズン1を私一人で見たんですけど、シーズン2はもうとしきさんもなんか途中で面白くなり始めて一緒に見てくれるんですよ。ドロドロな韓国ドラマなのに、結構男性ってドロドロな韓国ドラマあんま見る人いないじゃないですか。でも見てくれる、サクセスストーリーでも何でもないです。もうただ不倫、愛、お金、お金は違うか、不倫、愛、執着、子供、家族、もう意味不明なのがあるので、ぜひ見てください。これ何のシーンですか、本当に、本当にね、マジで意味わかんないです。てか今度私絶対韓国ドラマ特集するんで、もしなんか気になるものとか知りたいことがあったらぜひコメントください、お願いします。まず片付けます。今この第1弾が洗い終わったので、今から乾燥機に近所のコインランドリーにかけていきたいと思います。この格好でいったらやばいでしょうか。ちょっとズボンだけ履き替えます。行ってきます。固定はし決めてます。来週もラベル剥がしできました。もうなんちゃって中華そうめんでーす、ね、ー調整してかけた方がいいんじゃない。そうだね。いただきます。いただきます。え、水、あれかも、木の箸のがいいかも。そう、つるんってある。じゃあ最終回から2話目。離婚作曲のシーズン2の最終回見たんですけれども、あれ意味不明です。もう、みたいな感じなんで、ぜひ見てみてください。今買い物から帰ってきまして、私はどうしてもこれが食べたくなったので、飲みたくなったので食べます。これをちょっと一息ついたら、としきさんは半身浴をして、私はご飯を作ります。私のエゴでとんかつやらせてもらっていいですか。とんかつじゃなかったけど。お願いします。
こうやってやるとまあすごいなんか質素な感じしない？そう。ああできました。いただきます。いただきます。ポテの子たちめっちゃでかくなってんじゃん。美味しい。うん。まあまあ熊。大丈夫ですか？優しい、ね、今友達カップルと2時間ぐらいオンライン飲み会をしました。面白かったね。面白かったです。こうやってね友達がいて昔から友達がいたのにその友達のなんかすごいパートナーみたいな人が現れてパートナーとも仲良くなってっていうふうにして縁がつながっていくのがなんかあ大人になったなって思いました。なんか昔だったらあ帰ってきたのみたいな感じで見た感じだったらなんかこう友達ぐるみになるのが面白いです。いい夢見れそうです。じゅうたん聞く？明日がいいか。明日絨毯引きます。なんか顔違くない？引っ張るとかする。紹介しようと思ったのにもうビフォーに戻りましたので今から片付けていきます。いや、あの面白くないんだけど面白いってことにさせてもらってるんだけど、レンタルだったんだあれ。あ、そうなんだ。かわいい。なんかしかもみんな気が楽になるじゃんね。え、そうだったんだ。なんかもうすごいよかった。参加したかったけどね、本当に。怖いもん。準備完了しました。今からちょっと買い物と、あと先輩に駅前で渡すものがあるので、待ち合わせしてポンってお渡しして。帰ってきたいと思います。
それだけですね、お出かけは。いきまーす。なんかいい感じですね。おほー、帰り着きました。今からケーキ作ろうと思ってるんですけど、ちょっとその前に使いたい。胃が痛い、やっぱり。肉のせいか。あり食べます。今からケーキを作ろうと思いまして、こんなものを買ってみました。全部セリアで買いました。洗っていきます。てん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 、感じになってるよ。やっほーやっほーやっほー。型をね、100均で買いました。で、はうるさいね、このね、あれして、こうやって1センチぐらい作っておいて、ビール、サムネイルこうしようか。私パティシエです。めっちゃ助っ人やん。ちなみにパティシエの人にお聞きしたいんですけど、顔って突っ込むのやめてもらってもいいですかって。てんでっしょてんでっしょって。あれ、黒ひげピッピピ一発だったわ。いい。卵は卵黄と白身、少しでも卵白が卵黄に入るとメレンゲができないので、卵黄に、あ、ビビった。卵黄に卵白が入るとダメって言われたら、いやいや、卵黄と卵白を完全に引き渡すなんて、ほんと100億パー無理でしょって。もう、うわ、危ない危ない。ほんの少しより他の料理回してください。こうやればいいのか。みんなありがとうございます。濡れタオルの上にボール引いて立てると普通に立ちますよ。濡れタオルの上にボール引いて普通に立ちますよ。どういうことだろう。すみません、私の頭が悪すぎる。お笑いクッキー、ホイッパーを左右に動かしてください。はい、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 はい。皆さん、紆余曲折の中出来上がりました。こちらに今、エミリ先生という方がいらっしゃいますので、そちらの方にね、急遽参加してもらいまして、もうずっと見守ってくれてます、1時間過ぎを。本当にありがとうございました。ポイーン。待って、みんな本当に暑くて、今多分みんな見えてないと思うんですけど、汗がやばいです。オーブンの予熱も忘れずにって言って、オーブンの予熱をしないといけないか。3分間えぐくないですか。ありがとう。今、組織アシスタントが扇風機をこちらに持ってきてくれました。私は皆さんに支えられています。顔見えませんよね。もう無理だ。もう私は無理かもしれない。もう持久走みたいな気分。ガチなんで、はい、うん、優しく優しく切るように切ります。はい、切るようにやっていきます。空気潰すな。ゴメラ、ありがとうございます。先生の最後の一言。ゆっくり混ぜないとやない、さっくり混ぜないとやないって言って、さっくり混ぜないかんとって言って、のの字を書くようにさっくり混ぜてください。はい、よし、少し入れておいて、うん、混ぜてやるといいですよ。で、
次のボールの底の生地は潰れてすくみにくいので型の周りに流し込みます。はパイン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 、やばい、ブルーベリー洗ってねえわこれ、忘れてた、死にはせん。トントンって叩くと優しい、叩くといいですよ。よし、できました先生。叩きすぎですって言われました。やばいです、これなんか膨らみそうになさそうな感じの予感しかしないです。それではチンしていきたいと思います。台の上に3回落として空気を抜きます。35分焼きます。それでは入れます。こちら入れさせていただきました。39、温度上がってます。160度です。できました、できました。これを逆さまにやる。くれています。どうやるんだ、いい肉がどうだ、全部よほー、先に中火で肉とネギ焼いて、うわすごっ、で他の具材を入れて、ということで私はまだ諦めません。このブルーベリーケーキを完成させるべくやっていきたいと思います。ライブしてもらった、疲れたわこれ、本当に何回やればいいんだ私。ありがとう、さすがです、トシキチンが頑張ってくれました。おへやん、トシキチン痩せちゃうって書いてあるありがとうございます、完璧です。こうやって私は韓国っぽみたいな、聞こえちゃう、クリームもりもりがいいし、もっと本当やりたい、本当に挟むんでしょ、大丈夫なの、うん、こうやって、こうやってね、はい、おー、分かる、やるね、これが韓国っぽっぽそやかい、なんで
あんたら、目こっぱじって、鼻もこっぱじって、みやふや。どこまじ？これでもすでに可愛いっていうのにさ、こっからが職人です。こうやって、左官職人。てしきさん、こういうのうまそう。いや、苦手。そう。わー、楽しそう。楽しそう。楽しいんじゃなくて。ゴンゴンおかしくなってきた。楽しい。なんでケーキ作りしてるかっていうと、本当は30分ぐらいで作り終わる予定だったのに、今日メレンゲ失敗して、時間が思いのほかめちゃくちゃかかったので、スポンジを冷やすっていう工程に時間がかかりすぎて今になったってこと。で、なんでケーキを作ろうってなったかっていうと、シンプルにコロナでやることがなさすぎて、もう柄にもないものをやってみようと思って、始めました。柄になさすぎてお母さんもびっくりでた。昔ながら実はこの前初めて日本地図で鹿児島がどこにあるか知りました。おーいもう一回行けー小学校。ゆうりちゃんの鹿児島あってくまちゃんシールありました。やだ嬉しい。知名度ないよね九州。知ってる？ホイップとチャミスルなんか知らないよ。ホイップなんでホイップ飲んで、あ、違う、チャミスル飲んでからホイップ。これね、みんな韓国通は知ってますよ。今からアイス食べちゃってもいいよ。早く。みんな見てください。 Oh my goodness、 のーむやっぷんでくらっちゃ。あ、やばいやばい、あと1分しかもう動画ない。来ました、輝け未来ケーキです。ね、みんなの輝けって思いまして書きました。できました。癖強ーって言って。断面見たいですよね。でも、これは、明日食べた方が良さそうだね。はい、ということで、皆さん、今週ってか、週末見てくれてありがとうございました。まあ、こんな感じでできる限り、この中で、なんか、楽しめるようにしています。せっかく今仕事もない期間だったりするので、いろいろできればなと思って、残念ではあるんですけれども、ケーキも作れたことですしね。ケーキのおかげで私腕が今マジで乳酸溜まってるんで、尻尾張りたいと思います。パティシエさんの気持ちが少し分かったと思います。何言ってんの。パティシエのすごいです。今日本当にインスタライブでやってくれたパティシエの方がいたんですけど、感謝でしかないです。やばありがとうございました。それではもう寝たいと思います。としきさんもう寝ました。それではありがとうございました。バイバイ。できました。いい感じです。